やっほー、たまちゃんこと住吉たまきです。さあ皆さん、今回はですね、私の大好きなお菓子3つ選んできました。ででーん。そして今回全部で4つ買ったんですよ。残り1つ何かっていうと、ずっと気になってたんだけどなかなかゲットすることができなかったお菓子を買ってきたので、そちらも食べていきたいと思います。うっすうっす。それではおーチェケラ。ではタマチューブ的トップ3、こちらをまずは紹介していきたいと思います。じゃあまずは3位から、せーの、じゃじゃんじゃんじゃーん。めっちゃなんかめっちゃ癖強いね。みんなも大好きなんじゃないでしょうか。パスタスナックです。もうパスタスナック美味しいよね。ちょっと前にディズニーストアのお菓子買ってみたっていう動画を出したことがあるんだけど、そこでもパスタスナック好きですって言ってたから、もしかしたらよく見てくださってる方はパスタスナック入ってるんじゃないかなって思った方もいるのではないでしょうか。めっちゃ神神です。はい。どうしたんだ今日。大丈夫かい。大丈夫かい、たまき。大丈夫かい。すごいよこれ。ソルト味とトマトソース味、この2種類の味が入りまして、10袋で850円、お買い得ですね。こっちがソルト味、ドナルドとデイジー、こちらがトマトソース味、ちょっと赤っぽくてトマトソースっぽいんですけれども、両方好きなんだけど私の好きな方はトマトソース味かな。もうどっちも好きだよ、どっちも好きなんだけど癖になっちゃう。はい。じゃあまずはじゃあソルト味開けてみましょう。こんな感じ。一口食べちゃったもんならもう止まらない。食感はカリッカリで程よいね、もう塩味というか塩分がね、もうたまらないんですよ。トレビアー、食べやすいし、塩分の後になんかさらにね、パスタスナックの本性みたいなのが後から現れてきて、それがうーんってなるのがいい。10袋入ってるから配れるっていうのがね、とっても良いと思います。トマト味ね、トマト、カモンカモン、ピピピピピピー、オーマイゴッド。こんな感じで、ごめんなさいごめんなさい、めっちゃこぼしてた、ごめんなさい。比べてみてもらえば分かるんだけど、左側がソルト、右側がトマトソース味で若干赤っぽい、まあトマトなんでね。これよこれ、このトマトの酸味となんか甘みがあるんだよね。パウダーみたいなのがかかってるの、舌で吸引しちゃうもん。ダイソン。それでは続いて第2位、じゃじゃーん、こちらチョコチップクッキー。すごい美味しいの、しかもリーズナブルなんですよ。なんと税込み460円です。ワンコインで買えるんだよ。ではちょっと開けていきたいと思います。じゃーん、こちらです。10個入ってます。なんかね、すごいとってもプリティなね感じで、ちょっと厚みがあるんだよね、コロンコロンしてるの。いただきます。うんー、なんだろう、ふわふわしてるわけではないんだけど、これ食べるとね、ふわふわに包まれた気持ちになるの。まあそのくらいなんかすごくしっとりしてて、まあ、でもクッキーのサクサク感もあって、でこのチョコチップがなんかいい感じにね、こうサクサクしてんの、カリカリっていうのかな、サクサク、どっち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 。少し固めのチョコなんだよね、それが食感が変わって美味しいっていうのもあって、チョコチップクッキーなんだけどすごい甘すぎないっていうのもいいよね。ではラスト、数あるディズニーのお菓子の中から選ばれた1位を発表する前に、私がずっと気になってたんだけどなかなか買えてなかったお菓子を食べていきたいと思います。それがこちらです。バッフルビー。もうこれさ、めちゃくちゃ可愛いよね。ワールドバザールにあるグレートアメリカンワッフルカンパニーのミッキーのワッフルをモチーフに作られたワッフルクッキーです。で、一箱に12枚入ってて、そうそうそう、プレーン味とココア味、6枚ずつ入ってるの。享受楽庵株式会社、この後ろの製造所っていうのかな、見るのね、好きなんですよ。この後ろをね、見て、あ、やっぱりってなるのがすごい好き。
全然開けられないじゃん。右手左手頑張って。この開けにくいとかじゃなくて、ただ単純に玉チューブが開けるの下手なのと、ジハーのちょっと聞いて。今回もね、爪がね、ネイルが狂気なんですよ。こっちもね、クマちゃんがいてめっちゃ凹凸があるから、このセロハの隙間に入らないわけ。だから決してこの箱が開けにくいとかじゃないの。まあ、かといってネイル変える気もないんですけどね。めっちゃ可愛くない？ココアとプレーン。ミッキーワッフルだ。これがガサガサ。なにこれ、見てこれ、可愛い。ココアもいいね。たまたまそれではいただきます。なんかさっきのクッキーはクッキーでも、100エピクワンちゃんの方のクッキーとはまたちょっと違う感じで硬そう。いただきます。おいしい。ワッフルだこれ。クッキーだけどワッフルだ。このね、香りがすっごいワッフル。しっとりっていう感じはなくて、でもパサパサしてるわけじゃないよ。なんだけどすっごいサクサクなの。メイプルだ。メイプルの香りがする。またあのミッキーワッフルとは違うんだけど、でもなんかミッキーワッフルをお土産で味わえちゃってるような感じになるの。あんまりこういう他のものに例えたりするのはあんまり良くないかもしれないんだけど、でもやっぱ分かりやすいからさ、ちょっと言っちゃうと、韓国のワッフルクッキーがあるのね。あれにちょっと近いような味。じゃあココア。ココアも美味しい。甘さはあるけど、でもちょうどいい甘さ。この教授楽アン株式会社調べてみよう。あ、待って、知ってるかも。波形のクッキーにバタークリームをサンドした焼き菓子。こういう感じの。これはお気に入りに入りました。結局全部お気に入りなんだけどね。ではラスト、私が最近一番大好きなナンバーワンはこれだ。パパーン、こちらです。こちらがですね、チュロススナックシナモン味なんですけど、これもパッと見ですごいわかると思うんだけど、東京ディズニーランドにあるカリブの海賊の前らへんにあるパークサイドワゴン、それがボックスになっちゃったチュロススナックなんです。でもこれはチュロスではなくてチュロスをイメージしたスナックなんだけど、とにかく可愛いし美味しいし、なんかチュロスなんだよね。キャラクターもいっぱい勢揃いしてます。こちらがですね、税込み900円で全部で8袋入ってます。そう、これもさ、小分けになってるからお土産で配るのいいよね。せーの、じゃーん。必ずパークサイドワゴンで小さい頃からチュロス買ってたから、この入れ物、このパッケージで、しかもお土産でチュロスを買えるっていうのはもう最高なんですよ。じゃーん、こちら、こんな感じ。オシャンティーでしょ。ウィッキーになってるんですよ。あー、すごい、もう最高。シナモンの香りがパッと香ってくる。いただきます。ピピ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 ピ、なんだこれ、なんだこれ。たまきの幸せメーターがもう満タンになりました。食感はパスタスナックに近いかも。こうサクサクしてて、シナモンとあとお砂糖がこうまぶされてるから、シナモンチュロス味のスナックっていう感じです。これ一口だから食べやすいし、もうね、一瞬でなくなっちゃう。たまたまはい、ということで以上が私の選ぶランキングトップ3でした。ぜひ気になる方はチェックしてみてください。もう本当におすすめです。そしてぜひ皆さんのおすすめの東京ディズニーリゾートのお菓子があったらコメント欄でぜひ教えてください。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。そしてインスタとツイッターもやってるので、ぜひ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 概要欄からフォローしてもらえると嬉しいです。それではまたね、バイバーイ。